はい、い活動報告ビデオでございます、えーまあ。埼玉県の新型コロナウイルス対策についてですね、えー、またご報告させていただきたいと思います3月の1日からですね、埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターがまあ開設をされました、えー、県ではですね、従来から実施している新型コロナウイルス感染症に関する 電話相談窓口を一元化し、えー、埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターとして、えー、3月1日から新たに開設をするということでございます、えー、現在のですね、えー、曜日や時間帯によって異なる相談課を一本化してですね、えー、一般的な相談のほか感染が疑われる場合には専門外来につなぐ帰国者接触者相談センターをご紹介するなど 新型コロナウイルス感染症に関するご相談に一元的に対応するということでございます。電話番号がですね、0570-783-770でございます。受付時間がこちらはもう24時間ということで、 土日も祝日もも祝実施をしていいいるととうことでございます、まあ、相談の流れといたしましてはです、ね、県民の皆様からこの県民サポートセンター0570-783-770に電話をしていただいて帰国者・接触者相談センター、まあ、各保健所になりますけれどもそちらにご相談いただき受診の調整をしてです、ね、帰国者・接触者外来ということで医療機関に行っていただくと。 いいうことでございます、えー、それからその前までのですね相談の実績でございますがあ2月27日現在、まあ、1月24日からですけれどもお、まあ、1万2593件というものの相談がありました、えー、そんな中で、まあ、主な内相談内容はですね感染不安が4379件 それから受診先の確認が2989件などになっておりますこの新型コロナウイルスに関することでございますが基本的にはですね埼玉県新型コロナで検索をしていただければですね日々最新の状況が分かるようにはなっているところでございますぜひともですねいろいろご心配のある方はですねこちらの方に 電話をしていただきましてコロナウイルスにもしかしたらかかっちゃってるかもしれないなという心配のある方はですね24時間土日の体制でやっておりますのでご連絡いただければということでございます以上埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターの解説についてお伝えをさせていただきました失礼します